皆さんこんにちは。52惑星株式会社スターライク所属の三上彩乃です。今回は ABS さんから新しく発売されるシューズの商品紹介を ABS 開発責任者の後藤さんと行っていきます。後藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回紹介する商品、こちら2点です。商品名何でしょうか？こちらが S505、 こちらが S404Z という名前になっております。はい、まずはこちらの S505 から紹介していきます。こちらアッパー素材は何を使用していますか？高級 PU とエナメル PU の2種類でございます。はい、こちらのデザイン、おしゃれですよね。これは何か違う素材使ってるんですか？はい、こちらのトリミングみたいな形で使っている部分がエナメルになります、エナメル PU ですね。はい、このエナメル素材がコントラストが出て素敵ですよね。本当ですか？はい、私は好きです。どうですか？はい、はい、そしてこちら裏を見ますと貼り替えが可能になってますよね。こちらはビギナーシューズからのステップアップで、貼り替え可能なシューズに設計となっていますね。はい、こちらの紐通し部分、これは5つの穴ですよね。はい、まあ、現状これプロトタイプで5つなんですが、量産というか、製品は6欠になってまして、フィット感、ホールド感というのを意識して6欠にしています。そうなんですね。はい、次はこちらの S404Z です。この商品名の Z は何でしょうか？はい、Z はジッパーの略の Z でございます。このジッパーですね、他の商品にはついてないですよね。はい、そうですね。なぜつけたんですか？はい、これは脱ぎ履きが簡単に行えるということでこのジッパーをつけています。はい、初めに自分の位置に調整してしまえば脱ぎ履きがかなり楽ですよね。そうですね。フィット感はどうでしょうか？こういったシューズはフィット感が悪いんじゃないかとか、歩きにくいんじゃないかとか、そういう話が先行して進むようですが、実際私もこういうシューズ1足2足持ってまして、靴紐を自分 のサイズに合わせれば、あとは本当にチャックだけで、簡単に、脱ぎ履きができると。でフィット感も悪くないと、歩きにくい感じしたら別に全然変わらないということで、いいシューズなのかなと、そういうふうに思いますね。はい、つまりストレスフリーで使えることができる。そうですね。はい、ではアッパーの素材は何を使っているんでしょうか？はい、こちらも先ほど説明した505と同じ高級 PU 素材になります。質感はいいですよね。そうですね、この価格帯にしてはいい質感だと思いますね。はい、そして裏側、こちらは先ほどと違って固定ですね。そうですね、一応蹴り足とスライドには分かれてますが、貼り替え可能ではなく、貼り替えできないようなタイプになっています。はいはい、では最後にこの2タイプのシューズおさらいしてもよろしいでしょうか？はい、はい、S505 は4色展開、はい、ブラックブラック、はい、こちらですね、ブラックレッド、はい、ブラックレッドですね、ホワイトブラック、ホワイトブラックですね、ホワイトカモ、ホワイトカモホワイトカモ、カモ、はい、はい、こちらは22から28センチで、ブラックブラックのみ29センチと30センチがございます。はい、続いて S404Z、 こちらは3色展開です。はい、ブラックホワイト、はい、ネイビーレッド、はい、ネイビーレッドです。バーガンディーシルバーです。こちらはすべて22から28センチとなっています。なんといっても脱ぎ履きがとても楽に行えます。この S505、S404Z、 近日中に発売だということです。最寄りのプロショップにてぜひご予約ください。後藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。